もあやたろチャンネルのあやたろでございます。てか問題が起きた、問題が起きたぞみんな。今ねオムライス食べようと思って準備してたんだけど、ご飯が炊けてねえご飯が炊けてなかったんだよ。だからオムライスが食えないんだよ。だから考えた結果、今冷蔵庫漁ったらねご飯があったんだけど、じゃん、もうこれでよくねって話なんだけどね。出汁が決めて、ふんわり卵の親子丼をもうオムライスに無理やりしようかなと思って、今から調理していきたいと思いますサブちゃんにしようかメインにしようか迷う。ちょっとね、玉ねぎは大きい方が好きなんだよね、あいたり。あ、二つに分かれてる。やべえぞ、これ。やばいぞ、硬いぞ、めっちゃ。やべ、待てよ、これ親子丼になりかねないぞ。じゃーん、できましたあゆ太郎特製親子丼オムライス。結果親子丼だよね、これ。親子丼にケチャップ乗っけただけみたいだけど、うまそうじゃない、結構。じゃあ早速食べていきたいと思います。結構すごい量になっちゃったな、これ。うまっ。うん、まっ、めっちゃうまい。うん、こりあるな。卵の半熟具合もすごい、ほら。うん、これうまいよ。結構玉ねぎね、多いのが好きだから、すげえうまい。卵も半熟だし。うん、うん、分かった。
完食しました。うまかったです、めっちゃめっちゃうまかった。てか俺卵何個分食ったんだろう、ね、相当な量食ったことになるよねこれやべえ。ってことで今日の動画はこの辺にしたいと思います。この動画がいいと思ったらグッドボタンお願いします。この動画がそんなに良くないなーって方もグッドボタンお願いします。ってことで今日の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。バイバー。